はい、のぼりです。今回はですね、前に戦った4人の初心者さんと、かくれんぼ対決をしていきたいなと思います。ちなみに今回は鬼をやるので、4人、初心者の4人が隠れているところを、俺が見つけに行こうかなと思います。よろしくお願いします。はい、マッチングしました。バッテラストリートですね。かくれんぼなので、1分間待つんですけども、まずどこに隠れるのか、見当もつかない。ほんと、一体どこに隠れるのだろうか。とりあえず見ないようにして待ってます。見たい、すごい見たいんですけど、鬼やってたらすごいどこに隠れてるのか見たくなっちゃうんですけど、もうそれも頑張ってこらえて、待っていきましょう。あ、もう1分経つぞ。あ、もう経つよ。行くよ？振り向けよ？行くよ？行きまーす。お、結構塗られてる。どこにいるのだろうか。一体どこに4人は隠れているのだろうか。初心者たち。どこだろうな。マジで見当もつかない。あ、いた。いた。一匹見つけた。じゃあまず一人倒した。普通にうまいとこ隠れてたぞ。角っこのうまいぞ隠れる場所。他はどこだ。いないか。あ、いた。また角だ。二人目見つけました。まあまだ残り1分以上あるんでね。まったり探していきたいなと思います。普通にいいとこ隠れてんだよ。角の当たりづらいところ。え、飛んできた。ちょっとスーパーシャープで飛んできた。ねえ、場所バレちゃう。ちょっと、場所バレちゃったじゃん、飛んできたから。何やってんの飛んできちゃったね。あれこれ、今何人捕まってるこれ。あれ ?4 人捕まってる。あははは、自分から飛んできた。あははは。なんでそうなった。猫鳴いてる。はい、ステージをスメーシーワールドに変更しまして。この遊園地、もうかっこいい遊園地で、かくれんぼしていきたいと思います。まあ、俺も正直ね、隠れたいといえば隠れたいんですけど、まあ、鬼も鬼で楽しいかなと。なんなら昔、ライブでですね、参加型で、鬼の放送やってました。ずっとかくれんぼの鬼の放送やってたんで、鬼には結構慣れてるんですよ。俺は鬼です。鬼滅の刃で言ったら敵ですけど、鬼です。さあ行きましょう。1分経ちました。じゃどこにいるのかな？意外とここら辺にいるのではないか？この近くに。そんなことないか。スメーシはちょっと広いから、急いで探さないといけないかもしれぬ。いた、一匹見つけた。一匹見つけました。こっちが行くか。真ん中はいるかな？いないね。こっちは？いない。もしかしたら敵の方かな？敵陣地の方、あ！出てきた。二人目だ。二人目捕まえた。やだ。え、どこにいるんだろう。気になるところ。あ、ここくるくる回ってんのかな、真ん中の千代のところ。いないね。ここかな。ここら辺かね。いないいない。あ、いたー。三人目いたー。見つけたごめんなさい。よし、よしよし、あと一人だ。でもあと一人、どこよ、どこだ？わからない、どこにいるのか。ああ、待って、うまい隠れる場所が。いないよ。いない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 。どうしよう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 、どこにいるんだ、一体どこにいるんだろう。え、わからなかった。うわ、どこだ、どこにいたんだ、わかんなかった。いや、全然見つかりませんでした。ランク関係なしに隠れんぼ楽しめていいですね。で、今ね、ネタバラシでどこにいたのかなって探してるんですけど、まずここで俺一匹見つけて、で、移動した。だよね。どこにいたんだろうな。最後の一匹わかんなかったからさ、俺場所気になるよね。で、もう一匹がね、なんかここの真ん中の、どこだどこだどこだ、どこにいるんだ。あ、いた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 、ここでもう一匹見つけて、俺。二人ここで見つけたんですよね。で、三人目を、
こっちの、バルーンの裏だね。バルーンの裏ぶつけて。これ3人目だ。で、残りの1人どっかだ。どこだろう。あ、そこにいたのか。ここにいる。で、最後の1人ここにいたらしい。ちょっと初心者に煽りイカ教えとくわ。ピチピチ。ピチピチ教えてくれ。ほら、ピチピチだぞ。教えてあげてる。悪いこと教えてる俺今。これ、縄張りちゃんやっちゃダメだぞ。わかった。今だけだぞ、やっていいの。他のところやっちゃダメだからな。振りじゃないぞ。絶対ダメだぞ。初心者みんな悪いでした。